はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。ではファミスタクライマックスのドリームペナント6周目ですね。今回はスワローズとの3連戦をプレイしていきたいと思います。まあ、前回タイガース相手に、屈辱の3連敗ということで順位も3位に転落してますんで、まあ、今回はね、なんとかヤクルト相手に、スワローズ相手に3連勝を目指していきたいと思います。というわけで、いつもの通りにはなるんですが、まずはファミラスを、投手10枚、野手10枚引いていきましょう。まあ、前回のタイガース戦が特に顕著だったんですが、初回に失点してしまってズルズルというパターンが多かったので、まあ、今回はもう早い段階から、ホームベース上でボールを動かしてですね、まあ最小失点できれば0点で抑えて3連勝目指していきたいなというふうに思っています。というところなんですが、金色カードがちょっと最近出が悪いですね。じゃあ続いて野手も10連引いていきましょう。前回のタイガース戦の前に引いた、まあ、10枚10枚合計20枚も1枚も金色カードがなかったんですけどね。今回もちょっと金色カードはなしという結果ですね。まあ、ちょっとこの結果にめげずに試合の方はなんとかね、勝っていきたいなというふうに思うわけなんですが、前回の3連敗の、まあ、教訓を生かすっていう意味では、さっき言ったように、ホームベース上で、ボールを動かしていくというところですね。今日の先発は岸ですね。頼むぞ。さあ、ではまずは角中ですね。こちらの攻撃からになります。初球を打って、これは一塁線切れていきます。2球目、これがファールチップになって2ストライクから、これはボテボテの当たりだけど、どうだ、これはもうそのままタッチされた形になりますかね。で、菊池の当たりは抜けていきます。で、菊池の走力は B なんで、まあ、ちょっとね、まともに走ると厳しいかなというところもあるので、ここは糸井の打力にかけましょう。糸井はただセンターフライ、まあ、いい当たりではあったんですけどね。そして4番の畠ですけど、畠山の当たりは、これは三塁がございますね。1回の表0点。そしてここなんですよね。岸がしっかり負けじと抑えてくれればいいんですけどね。これは当たりはいいけど、どうだ、追いつけないか。まずは坂口に二塁打か。そして川端、なんか嫌な流れですね。岸がしっかり抑えてほしいんだけど、ツーストライクと追い込んで緩いボールで空振り三振、これでワンアウト。おお、そして山田か。危険極まりないな。慎重に攻めていきましょう。なかなか振ってもくれないですね。山田の当たりは抑えたけど、足も速いんで、これは一塁セーフになりますね。おお、そしてバレンティンか。怖いバッターが続くな。これでもかっていうぐらいね、怖いバッターが続いてますけど。どうだ、これは入るんじゃないか。まあホームランにならなかっただけよしとするかっていう感じかな。そして畠山でしょ。ドゥハ、怖すぎだろヤクルト打線。だってヤクルト打線、これ山田、バレンティン、畠山ってもう半端じゃないですよね、強さがね。
まあ、いきなり4点献上か、今回も。なかなか厳しい立ち上がりですね。まあ、1点ずつ返していきましょう。ボテボテの当たりは、柳田は1塁アウト。これはセーフになるね。よし。坂本の走力は A か。ちょっと走る勇気はないな。当たりが良すぎてゲッツー。この辺りも完全悪循環だな。で、岸はもうバテてると。ここは、田島を送りましょう。なあ、追いつけないか。これはただ、よし。二塁で刺した。んで、小川はね、確実にアウトにしましょう。もう持ってかれるか。この後のね、3番、4番、5番。山田、バレンティン、畠山の前にランナーを出さないこと。もうこれが鉄則ですからね。これは上がりすぎかな。もう一伸び欲しいとこですけどね。ちょっと入らないかな。で、ここは代打を送っていきましょう。よし。福留が二塁打ですね。おっと、ポロってくれてる。助かったな。で、菊池ですよね。剛速球は打てないな。だあ、ちょっと緩急にバットが回っちゃいましたね。よし、これは、入らないか。もう入らないまでも、1点は返しましたね。で、この後は4番の畠山。畠山にね、ホームラン打たれてますからね、こっちも打ち返してやりたいところですが、畠山の足だとちょっと二塁は危ないかな。止まりましょう。これで2点差。抜けろ。抜けないか。ここまでだ。4連敗か、泥沼だな。やっぱ初回ですよね。初回の立ち上がりがどうしてもうまくいかない。困りましたね。ちょっとまずいポイントがやっぱり初回の立ち上がりに結構多いので、どうしようかな。もうこれ以上本当に負けが込んでくると、このドリームペナントを勝つっていうのが難しくなってくることも想定されるんで、まあ、そうならないためには、この辺りで連敗を止めて、この後は連勝街道を突き進むしかないんですけどね。まずはフォーク。今日のヤクルト側の先発は立山ですね。ボールの見極めもちょっと重要にはなってくるな。結構ね、ボールをコンピューターも強いにしてから動かしてくるようにはなってるんで。で、角中がツーベース。で、送りバントする勇気はないんで、ここはヒッティングでいきましょう。ただ菊池の当たりはセンターフライか。まあ、ちょっとね、際どいところだったんで、落ちてくれればというところだったんですけどね。これも、ちょっと詰まった当たりになっちゃいましたか。淡白な攻めになってるんで、ちょっとここは、畠山は慎重にバットを振っていきましょうか。どうだ。よし。
まずは1点先生。当然ね、最近のうちのピッチャー陣だと1点じゃ話にならないんで、2点3点と追加点を取っていきましょう。どうだ、入るね。もう打ち勝つ野球をちょっと目指していきましょうか。まずは4点リード、打って打って打ち勝つ。さあ2ボール1ストライクからの第4球目。これは緩いボールにレアードは空振り。最後はフォークで空振り三振。ただ久々にリードする展開になってるんで、ここはバンデンハークにしっかりと踏ん張ってもらいましょう。という言ってるそばからまずはランナーを出してしまうっていうね。よし、これは大きいですね。坂口を三塁に進ませずにさらに刺すことができたっていうのはかなり大きいけど、これはどうだ、入るんじゃないか、入るんじゃないか、大丈夫か。にゃどっかでカットに入るべきだったな。ニョロ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 ボールが進んじゃいましたからね。まあ、ただこのリードは大きいですよね。3点まだあるっていうのは。なんとかバレンティンをここで空振り三振に仕留めたので、この後の畠山ですね。前回畠山には特大のホームラン打たれてますからね。まあ、タイムリーだったらよしとしますか。肝心なのはね、この後雄平を出さないこと、雄平で抑えることなんですが、雄平の能力もバカみたいに高いな。ミート A プラスパワーは S、まあ、当然そのスキルがね発動した状態ではあると思うんですが、あれよあれよと1点差か。大引きもオール A の能力になってるしな。なんとか1点リードで踏ん張ったか。これ本当に打たないと勝てないな。当たりは良かったんですがセカンドゴロ。万年ハークはこのままマウンドを立たせるしかないんで行きましょう。でこの回2回がねあっさり攻撃終わりになるとちょっと怖い展開になってきますよね。角中今日は2本のツーベース。でこの後菊池なんですが、菊池のところでタイムリーが出てくれるとまた少し安心感が出てくるんだけどな。菊池の当たりはセカンド山田の正面の当たり。バンデンハークはもうヘロヘロだな。これ入るか、大丈夫だよね。いやー本当に打たれるな。で投手を変えていきましょうか。田島を投入します。危ないな、本当に危ない当たりだったな今のは。でもこの後川端ですからね。ここはもうスプリットの連投でしのぎましょう。この1点のリード、虎の子の1点を守るっていうことに終始する展開ですね。さあ糸井からの打順です。山田か。ナイスプレーですね、敵ながら。
もうここは強振でホームラン1本狙っていきましょう。これは当たりがちょっと芯を外れたような、そんな打球になっちゃいましたね。これもちょっとバットの先だったかなっていうあたり。さあ点差は1点、ヤクルトは恐ろしい打線が続きますね。これ山田、バレンティン、畠山、かすっただけでホームランになるようなそんなバッターばっかだからな。振ってくれよこのスプリット。振らないか。待ってくれ待ってくれ待ってくれ、マジか、追いつかれたか。いやー厳しいなー、本当に強くなってる。マジで勝てないですね。自分が下手だと言われればそれまでなんだけど。マーティンももうボロボロだな、持ってかれたー。まあ、系統の失敗としか言いようがないな。泥沼の5連敗だな。ちょっとこれあれですね、リリーフを増やしましょう。先発よりもリリーフを増やしましょう。で、バンデンハークを外して、リリーフにピッチャーを一人入れましょう。5連敗か。なんとかちょっとね、打開策考えないと本当にまずいな。まずは、先発でいうとバンデンハークを外して、リリーフ投手を入れましょうか。リリーフでいうと、侍ジャパンは入れたくないな。サファテかな。サファテか、あとはリリーフでいうと宮西。できれば落ちるボール持ってる人がいいので、落ちるボールを持ったリリーフでいうと宮西はスライダー、武田は先発か。他、サファテは剛速球。剛速球じゃないんだよね。そうなると先発以外だといないのか。まあ、じゃあサファテにしますか。今欲しいのはどうしてもリリーフ投手なんですよね。打ち込まれるんで先発が。ここは本当に負けられない、本当に負けられないんで。今日のヤクルトの先発は石川か。今のボールもボールからストライクになるようなボールでしたね。どうだ、感触十分ですが切れていきます。これは外に大きく逃げていくボールに空振り。これはスローボールですね。これはバレンティンが追いつきます。このボールの見極めですね、今のボールで。ボールが先行してきた時のこのボール、狙いは悪くなかったと思うんですが、さあ岸の立ち上がりですけどね。よし、まずは先頭打者坂口を空振り三振。
もうボールをとにかく動かして動かしていきましょう。山田足速すぎるな。今の当たりでアウトにできないってなるともうアウトにできる気がちょっとしないですね。大丈夫かこの当たり。大丈夫だね。いやーヒヤッとしたな。さあお返ししましょう。ヒヤッとさせてやるぞ。このスクリューはちょっと打てないな。石川の今のスクリューはね。うわー、そしてボールからストライクになるボール。切れろ。これは切れないか。よし、柳田はライト前ヒットになったんで、この後坂本レアードで1点でも返せれば。だー、やられたー。今みたいなプレーの後怖かったなー。畠山はシングルヒットでなんとか抑えたね。ただ幽閉も恐ろしいからな。よし、畠山の足の遅さによって結果的にアウトできた。でこれはよし、幽閉を刺しておびきは一発はないでしょう。一発はないけど二塁打になるかな。セーフですね。中村はちょっと臭いところで勝負をして、最悪ピッチャーの石川勝負ですね。無理して中村とは勝負をしないでいきましょう。よし、まあ、結果的にね、アウトできれば御の字。さあ勝つためにはこの回点を取らないといけないですからね。これはどうだ、一伸び足りないか。よし、よし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 、本当にもう負けられない。6連敗はないからな。さあここで岸のところで代打バレンティンを送りましょう。だー、これだよ、これまただよ。これで勝ちはなくなったわけでしょ。いやー厳しいなー。ただ負けないことも重要ですからね。よし、まずは先頭打者を三振で、この後坂口とかね出すともう非常に厄介なんで、これはセーフか。坂口が出てしまうと山田まで回るね。ここはもう剛速球で押していきましょう。よし、まあ、結果的にアウトにできたんで山田はもう臭いところで勝負していきましょう。よし、まあ6連敗は免れたって感じかな。ただやっぱり投打が全然かみ合わないですね。ピッチャーが踏ん張った時はバッターが打てない、バッターが打った時はピッチャーが踏ん張れない。ちょっとね、厳しい状態が続いてますが、次回はなんとか、勝ち星がついていくように軌道を修正していきたいと思いますので、なんかね、アドバイスとかもしお持ちの方いらっしゃればぜひぜひ、チャンネルのコメント欄もしくはあのツイッターの方でも、僕の方はやってますんで、ご意見等々お寄せいただければ嬉しいなと思います。で、まあ、せっかくキャンプ来てますのでちょっとキャンプまではねプレイしていきたいと思います。って言ってもな、このキャンプの良さっていまいちまだ
よく分かってないんですよね、6週目にもなって。いやでもタイガース3連敗、ヤクルトは2敗1分け、なかなか応えますねこの状況は。さあカードをもらいましょう。これは相川か、ちょっとね今更金じゃないカードを使う道もないからな。スカウトベースターの選手一人スカウトしてくるっていうなら誰でもいいけど、金色選手がいいな。誰？あ、山崎か。これは嬉しいな。ちょっと山崎入れますか。リリーフ投手がね欲しいですからね。そんな中で金色のリリーフ投手が出た、もらえたっていうのは嬉しいな。亀沢はちょっと使い道ないかな今のところ。はい、というところでキャンプも終了ですね。はい、というわけで、次回はですねドラゴンズとの3連戦になるんですが、もうここから本当にずっと勝ち続けていかないと本当に優勝が厳しくなっていく、遠のいていってしまうので、次回以降また頑張っていきたいと思いますので応援の方よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。